ノーセスク伯爵は英国の伯爵、貴族、スコットランド貴族爵位。1662年にジョン・カーネギーが除されたことに始まる。なお、彼の兄デイビッドは初代サウセスク伯爵にあたる。7大伯、ウィリアム・カーネギー11大伯でエピド、カーネギー・スケルトン選手として活躍し、1928年冬季、五輪で銅メダルを獲得した。 ジョン・カーネギーは1639年に、ロアー教に、1647年に、エシー伯爵に上されたが、イングランド王政復興後の1666年に、前期の二尺位を放棄する代わりに、ノーセスク伯爵の及びローズヒル・イングリス・モールディ教の助尺を受けた。なお、先官の礼をもって、ノーセスク伯爵位は1647年に創設されたものとみなされる。 初代博のひ孫にあたる四代博は1708年から1715年まで、スコットランド貴族代表議員に選出されたため、貴族院議員を務めた。彼の息子である五代博は、生涯未婚であったため、弟のジョージが六代博として、釈位を襲った。六代博は、イギリス海軍の提督として、名を馳せて、白色大将に昇進している。 さらにその息子である7大博もイギリス海軍に入隊、トラファルガー海戦では白色少将として戦列艦ブリトニアを座上艦にして参加した。9代10大博、11大博はいずれもスコットランド貴族代表議員に選ばれている。11大博はスケルトンの選手として活躍して1928年サンモリッツオリンピックでは銅メダルを獲得している。 12大博以降は1963年貴族法により、スコットランド貴族は自動的に貴族院の党員が認められたため、議席を置いていた。14大博は保守党に属して、1999年の貴族院法制定以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人であり、その島でその地位にあった。一族のかつての邸宅は、スコットランド、アンガス州。 アーブロース近郊のエシー城であった。現当主である第15代のオセスク伯爵、パトリック・チャールズ・カーネギーは以下の尺位を有する。歴代のオセスク伯爵尺尺の紋章推定相続人は現当主の弟であるコリン・デイビッド・カーネギー。推定相続人の法廷推定相続人はその息子であるチャールズ・アレクサンダー・カーネギー。ありがとうございます。